韓国代表は現地時間10日、ワールドカップアジア最終予選、3次予選、グループ B 第3節でヨルダン代表と対戦した。試合は、韓国代表が2対0で勝利している。韓国メディア、オセンは、ラフプレーの多かった相手国のプレーとこの試合をさばいた日本人審判について報じていた。順位表、2026年ワールドカップ、W 杯。 アジア最終予選アウェイに乗り込んだ韓国代表。しかし、この試合はヨルダン代表の荒いプレーが目立つ後味の悪い試合となってしまった。23分、ファンヒちゃんが敵陣内でボールを受けるとヨルダンのエサンハダッドのタックルを受けて転倒。同選手は、その後プレーを継続することができないと判断されて、スタッフの手を借りながらオムチソンと交代しピッチを後にしている。 さらに後半の立ち上がりにも、ファンヒちゃんと交代でピッチに立ったオムチソンが負傷交代している。同メディアは、応援は熱狂的、プレーはゴミとタイトルをつけて過酷だったヨルダン戦。これはサッカーなのだろうか。マナーのないヨルダン代表は、サッカーではなく格闘技をしたと、ラフプレーの目立った相手国を通列に批判していた。また、ヨルダンは終始一貫して荒れており、 韓国の攻撃を防ぐためにバックタックルも躊躇しなかったと言葉を続けた上で、ファンヒちゃんがバックタックルを受けて検討した際に警告を与えず、むしろヨルダンの選手たちがさらに荒く出るきっかけとなってしまったと荒れ模様になった試合の原因となるシーンについて言及。そして別の記事では、ヨルダンのマナーのないプレーは続いた。ファンインボムは後ろからタックルされて倒れた。 傍観していた主審もその時はイエローカードを出した。日本人の審判がカードを取り出すことを躊躇して、韓国の選手だけが被害者になってしまったと指摘し、この試合は日本の審判人がジャッジした。VAR の出番はあまりなかったが、木村主審のハードなプレーを許す思考が残念だったと、ラフプレーを繰り返していたヨルダン代表に対して、 この日主審を務めた日本の木村博之審判が適切なジャッジをしなかったことから荒い試合、そして負傷者が出る展開になってしまったと苦言を呈している。